Teams のメリットって何なのっていう話なんですけれども、 Teams は実は LINE と一緒で、でどう使うのっていうと、個人は LINE で、これメール両方使いますよね。こっちが Teams。 こんにちは、戸田悟です。在宅勤務とかですね、非常に今こう増えてるんですけれども、そこで鍵になるのがビジネスチャットツールなんですよ。特に Teams なんかよく使われてますけれども、いろんな会社の方とお話をするとですね、なかなか導入しづらいとか、うまく使ってくれなくて困ってるっていう方も多いようです。ということで、今回はですね、そもそもメールと LINE、それから Teams って何が違うの？もちろん Teams の部分は他のビジネスチャット、Slack とかに置き換えていただいても構いません。チャットワークとかですね。で、これを使うと何がいいのっていうことを、まず一からちょっと理解していただきたい。で、皆さんですね、普段使いこなしちゃってると気づいてないこともあると思います。ですから、何がいいのか、何がちょっと、例えばメールの方がいいこともあるわけですね。何がよろしくないのかということを把握して、社内で啓蒙していただけると、もっと使っていただけるようになるのではないかなと思います。はい、それでは、メール、LINE、Teams の違い、ズバリ紹介していきたいと思います。初心者の方、それから社内で啓蒙しようと思っている方もぜひご覧ください。はい、で、今回はですね、初心者の方向けに解説しようと思ってるんですが、実は僕自身もスライドを作っていて結構気づかされたことがあります。ということで、ベテランの方、もう Teams なんか使いこなしてるよ、メールなんか当たり前でしょという方にも役に立つのではないかなというふうに考えていますので、まあ、ぜひ注目してください。では先ほど紹介した3つのツールですね、メール、LINE、Teams、これ挨拶の場面でも言いましたが、Teams は別にビジネスチャットなら何でもいいわけです。Slack でもいいですし、チャットワークでも OK ですけれども、これらの使い分けと違いって冷静に考えて分かってましたかっていう話なんですけれども、まずメールって何がいいのって、これ僕はですね、一番いいところって 100% の利用率だと思うんですよ、ほぼ。ビジネスしている方であったら、メールはほぼ 100% 使ってますよね。で、さらに、アドレスが、これ名刺にも書いてありますよね。これすごくいいところだと思っていて、つまり初めての相手にもすぐ送れるっていうのがメールの良さで、メールアドレスって結構簡単に教えてしまったりしますよね。で、つまり基本的には誰でも送れるっていうことと、さらにですね、一方通行でも OK、 はい、一方通行でも OK、 つまり自分、相手が自分のことを知らない相手に送りつける、まあ、つけるって言い方良くないですけども、送ることもできる、ファーストコンタクトに最適で、それから基本的にはメールって1対1のやり取りに向いてます。1対複数でも CC したり宛先を多くすればできるんですけども、多くの人が1対複数で、例えば1対4でこうやってメールを送ることもできますが、この人がまたこうやって送り始めるともうぐちゃぐちゃになっちゃいますよね。なのでこういう使い方には向かないんですけども、はい、それがこちらですね、メールのデメリットで、何っていうとですね、まず面倒、メールって送るのに面倒ですよね。いちいち挨拶入れたりする必要があると。それから遅い、なぜかビジネスチャットに比べるとメールの返信って遅いんですよ。これメール送るのってちょっと気が重いっていうことがあるんですが、ビジネスチャットの方が早いんですね。であと先ほどお話したようにグループで使いづらい、グループで使いづらい、1対1に向くっていうことですね。で、これ遅い理由の一つがそうなんですけれども、オフィシャルなイメージがある。実際はオフィシャルじゃないかもしれませんが、最近特にオフィシャルなイメージがあります。さらにですね、実際使ってみると、もう皆さんこれ承知だと思うんですけれども、スパムが来たり、あとはですね、いろいろなショッピングなんかをすると登録させられたりということで、メールのアカウントってみんなに教えて返事しなくてもいいというのがまかり通っている。これ DM と一緒ですよね、ポストに入る。そういった使い方をみんながしているので、必ず返事をする必要もない。つまり大量に来るいらないメールに必要なメールが紛れてきますから、それをチェックして返事するのが結構大変になってきているというのが、これ最近の情報なわけです。じゃあ LINE ってどう？ LINE っていいの？っていう話をちょっとしたいんですけれども、LINE のメリットって何っていうとですね、これ1対1でも1対複数でもいいんですけれども、同じ相手と繰り返しこう何度も何度もやり取りするのに LINE って向いてますよね。家族と LINE でやり取りしてる人とか非常に多いと思うんですけれども、でこれ連絡楽ですよね。挨拶とかいらない、挨拶とかいりません。昨日の話、1週間前の話の続きがキュッてできると。
例えばグループラインを作ってですね、まあ、飲み会をやったと。例えば僕なんか釣りが好きなんで釣りに行ったと。1ヶ月後また釣りに行くときに、先月ありがとうございましたとかもう入れなくていいんですよね。来週ここ行きますけど誰か行きますかみたいなやり取りで OK。 つまりカジュアルなんですよね。でカジュアルなくせに知らない相手から連絡が来ることってまずないですよね。まあたまにありますけれども基本的にはない。でスパムも基本的には来ない。つまりで自分の LINE のアドレスを教えるのって結構大変ですよね。負担がある。人に LINE のアドレスを聞く、人と LINE でつながるのって、まあアドレスっていう言い方も LINE の場合ちょっと違うと思うんですけども、人と LINE でつながるのも結構負担がある。つまり決まった友達とやり取りする的な使い方が LINE に向いているんだと。で、じゃあ LINE のデメリットって何なのっていう話なんですけれども、 LINE ってですね、やっぱりカジュアルすぎるんですよ。カジュアルすぎる。で、仕事先の人に LINE を教えてくださいってちょっと言いづらくありません？ねえ。教えてくださいってこれ言いづらいんですよ。仕事先の人から戸田さん LINE 教えてくださいって言うと、なんか僕的にはこの人仕事の連絡 LINE でするのっていうイメージを持っちゃう、はい、つまりもうプライベートのものと割り切ってる方が非常に多いんですよね。であとアドレスとか公開されてないので簡単には送れないですよね。初見の相手、初めて会う相手に LINE でお礼とか言いづらいですよね。つまり LINE ってもう完全に仕事で使うものではなくなっているというのが、まあ、最大のポイントかなと思います。じゃあ Teams のメリットって何なのっていう話なんですけれども、 Teams は実は LINE と一緒で同じ相手、同じグループ内でのやり取りを繰り返すのに非常に便利なわけです。で、連絡もメールより楽なわけです。つまりできてることって LINE と一緒なんですが、仕事用の LINE になってきてるのが Teams とかのビジネスチャットなんですよ。ただLINE より優れてる点ってやっぱりありまして、こういうふうにですね、画面を表示してそれを見ながらこうメッセージをやり取りをしたり、あとファイルの共有をしたりというですね、仕事向きの機能があると。あとですね、テレビ会議に使えるっていうのも非常に大きいですよね。普段やり取りしてる相手と普段はチャットでやり取りし、必要に応じてテレビ会議を開催できると。でスケジューリングして連絡も送ってということができるというのも楽です。で、あとですね、チャンネルごとに話題の切り分けができますよね。つまり LINE ってグループ LINE を作っていろいろやり取りしても、その中でなんか話題が多くなってくると、まあ切り分けできなくないんですけど結構めんどくさい。メールはさらにめんどくさい。ところが Teams だったらこの話題ごとに、チャンネルを作りましょうって言ってですね、5個も10個もチャンネルを作って話題に応じていろいろなメンバーがどんどんやり取りできる。切り分けですね。切り分けがしやすいというメリットがあります。はい、では Teams のデメリット、いまいちな部分って何っていうとですね、やっぱりあくまでもこれチーム向きなんですよ。チームって同じ会社には限定されません。社内で使う必要ないんですが、外部の人だとしても、外部のメンバーだとしても、よく連絡をする人とのやり取りに使うのに向いています。つまり1回や2回しかやり取りしないんだったら Teams に招待して Teams 内でやり取りする必要はないんですよ。外部メンバーでもいいですから、頻繁なやり取りをするのに向いているんですね。つまり1回のやり取りに使いづらいっていうのがデメリットがある上に、さらにですね、過去のやり取りを検索で引き出してくるっていうのが、これ今後ですね、5年10年 Teams とかビジネスチャットを使い続けた時にどうなんだろうっていうのを僕はちょっと思ってます。10年前にはもちろん使ってなかったわけですね、僕も。でも僕は Gmail に過去のやり取り全部入ってるんですよ。だから10年前のメールも引っ張り出せるんですね。じゃあLINE でそれができるか、Slack でそれができるかっていうとかなり疑問があって、例えば、同じチームを作って取引先の人と自分でやり取りをしていましたと。でその取引先とも取引しなくなりましたと。そのチャンネルを解散してしまったと後でまた全部調べて引っ張り出せるかっていうとですね、まあ1年2年はいいかもしれませんよ。3年4年5年と経っていくうちにちょっとそれ難しいんじゃないかなという気はしています。でさらにですね、これが重要なんですが、見落とすんですよ、やり取りの量がすごく増えてくるとついつい自分宛てのものを見落としたり、返事みたいになってくるとですね、うっかり見落としたりということで通知もチェックしてるんですが、通知だけ見てもメールって引用があったりその件はどう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 ってこう書くので分かるんですが、
ビジネスチャットって、まあ、LINE も一緒なんですけども、はい、承知しましたとかいう返事で終わっちゃうんですよ。だから通知を見ても、はい、承知しましたって出てるの、なんだこれ。で、結局、アプリを開いて全部追っかけていかなきゃいけないということで、結構見落としだし、かつ、実はですね、これがですね、非常に大きいんですが、能力の、ちょっと色変えちゃおうかなってぐらい重要なんですけれども、能力の差がダイレクトに出るってことなんですよ。ビジネスチャットってメールと違ってレスポンスもすごく早く、極論するとキーボードタイピングしながら会話しちゃうぐらいのスピードでどん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 やり取りします。で、レスポンスが早い人って実はキーを叩くのが早いわけではなくて、頭の回転が良かったり処理能力が早かったりする人が非常に多いんですね。で、レスポンスが早い人が 2,3 人集まってグワーってやり取りしてると、レスポンスの遅い人、能力の低い人がそこに追いつけなかったりすることがある。メールだったらゆっくり返事ができますが、Teams とか Slack ではそれは絶対に許されない。返事の遅い人はもう仕事ができない人というふうに見なされてしまうんです。だから徹底的に努力をして早い返信ができないとダメなんです。で、普段返信が早い人が例えば会議してるとか、その人たまたま休んでるっていう形で返信が遅くても、あ、この人能力ないんだと思われないんですよ、普段早いから。つまり Teams ってすっごい怖いんですけど、これですね、能力の差が見えてしまうという驚異的なツールなんです。で、まあ守備範囲なんですが、これ個人ですね。で、こっち法人、まあ会社ですね。で、どう使うのっていうと、個人は LINE、 でこれメール、両方使いますよね。で、こっちが Teams。 Teams のメリットって何なのっていう話なんですけれども、 Teams は実は LINE と一緒で、なのはですね、これメールってもう個人も会社のやり取りも全部混じってきますから、意外にこのメールが日々使いづらくなっていると僕は感じてます。このメールが日々使いづらくなっていると感じます。LINE を見れば仕事の話はない。Slack を見れば個人の話はない。Teams を見れば個人の話はない。でもメールを開くと、個人の話、会社の話、スパム、もしかすると商品の発送とかセールの案内とかいろんなものが入ってくる。ここを切り分けるよりも、スパッと分かれてる LINE とか Teams が楽だなというふうに思っています。で、じゃあどうすればどう使えばいいのっていうとですね、仕事では Teams とメールを使うしかないです。まあ何度も言いますけども、Slack でもいいんですけれども、で、LINE は使えません。これが今の実情で、重要なことはですね、Teams への習熟度が低すぎることなんです。Teams でももちろん Slack でもいいんですけど、習熟度が低いって、僕の言う習熟度ってメニューを理解して使うってことじゃないんですよ。もっと早く返事しろよと、きちんと理解して判断し早くし的確な返信をもっと早く返せよっていうことなんですよ。この素早い返事ができるかどうかで、これから先その人の能力が問われると。同じことさっきも言いましたけれども、時代です。で、見落としもこれはあります。で、見落とし多すぎます。今は多くの人に、もちろん僕も見落としてます。で、見落としは防がなきゃいけないんですが、これ見落としですね、これどう考えても現在の仕組みだと発生します、ある程度は。で、発生したらですね、これ送ってる人が再連絡した方がいいです。これ見落としてますよ、これ返事ありませんよ、再連絡した方がいいですというツールとして使った方がいいです。見落としてる人怒ってもしょうがないので、見落としは能力とは別の問題。もちろん大量に見落としてる人はもうそれダメです、能力ないです。でもちょっとの見落としは能力のある人でもするので、そこにやんやんやんや言うよりも再度連絡しちゃった方が早いというわけです。で、ここが課題なんですけれども、在宅勤務がこれから増えてくるじゃないですか、ってかもうすでに増えてるわけですよね。かつ定着します。で、在宅勤務どうしたらいいのっていうとですね、会社にいた時はちょっとしたコミュニケーションって会話でよかったわけですよ。何々くん印刷終わったとか、何々さん企画書できたみたいなことがパッとやって、パッと返事が返ってきたんです。でもみんなが在宅勤務してたらそんなやり取りできないですよね、目の前にないんだから。で、そこで電話するかっていうと電話しちゃダメなんですよ。電話すると相手が例えばテレビ会議してるかもしれませんよね、重要な書類作ってるかもしれませんよね、その時間を奪うことになっちゃう。で、どうやって連絡すればいいのっていうと、やっぱり Teams なんですよ。Teams で何々さん書類できたとか、何々くん企画書できましたかっていう問い合わせをすればいいわけです。で、これが最速で最良なやり取りで、それに対する返事を即返す、これがなかなか返せないで後から電話するさせるような人は最悪です。仕事をしてる人としてはこういうことは絶対にやっちゃいけません。だからとにかく早く返事を返すということをしなければ、もちろん見落としを除いてですね、ダメです。で、 Teams はビジネスチャットですけれども、 LINE とはやっぱり違うので、
LINE はやっぱり仕事には使いづらいし使えないと思った方がいいですね。でこれからは遠隔地でもコミュニケーションを取ることが普通になってくるので、必ずビジネスチャットに習熟をして慣れ親しんで使いこなせるようになってくださいと。でこれ面談とか、直接話をちょっと話あるんだけどみたいな機会がかなりビジネスチャットに置き換わります。もちろん電話をしてもいいですよ。重要な話とか感情が関わる話は電話をしても全くいいと思いますけれども、ちょっとしたやり取り、さっき言ったような何かできたとか、あれいつだっけみたいなやり取りは全部ビジネスチャットにするべき。でその返事が返ってこないのはやっぱり最悪だということを理解して、やっぱりできる人にならないとコミュニケーションというのは相手に迷惑かけるんですよ。この人いつも返事が遅い、返事を待ってる人に多大な迷惑をかける、それはやっぱりよろしくない。素早く返事をするという、ことができるようになってほしいなと。でさらに面会や面談会議の機会が減れば減るほど感染対策にもなるので、今後ですね、まあもちろんこの新型コロナウイルスいつかは終わりでしょうけれども、終わったとしてもまたいつ新しい病気が出てくるかわからないということを考えると、やはりビジネスチャットには習熟しておかないといけないなというのが僕の結論で、今回のテーマというわけですね。つまりメールと LINE と、Teams、ビジネスチャット、これだけ違う、そして重要なのはビジネスチャットということが今回の結論となるわけです。以上、Teams ビジネスチャットツールですねのメリットについて中心にお話ししてきました。改めて考えるとメールとか LINE との違いが鮮明になってきたと思います。ぜひ皆さんも使いこなしてください。